どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、東北ブロックの6県の2020年度の問い71から80までの解説をしていきたいと思います。はい、過去問についてはですね、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただければと思いますので、皆さん準備は大丈夫でしょうか？はい、それでは早速始めていきたいと思います。では、問い71ですね。医薬品の有効成分の吸収に関する以下の記述の成分について正しい組み合わせはどれかということで、はい、答えはこちら1番が正解となります。A、B、C は正解ですね。そして D が違いますね。有効成分が皮膚から浸透して体内の組織で作用する医薬品の場合は、浸透する量は皮膚の状態による影響を受けませんよと言ってますけど、影響を受けちゃいます。なので、皮膚の状態が乾燥してたりとか潤ってる状態では吸収全然変わってきますので、例えば、生まれたての赤ちゃんとね、100歳を超える高齢の方では皮膚の状態でも違いますので、そういったところでは影響を受けちゃいますので、あとは傷があったりとかね、そういったところでも影響、吸収良くなってしまいますから、このあたり D のところは誤りとなります。はい、では次、問い72番です。皮膚粘膜癌症候群、スティーブンス・ジョンソン症候群と中毒性表皮壊死有解症に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれかというとこですね。はい、こちらはですね、誤っているのは3番が誤っております。はい、1番とか2番はですね、ここもよく出てきますので、ぜひぜひ押さえておいていただきたいですし、そして3番。皮膚粘膜癌症候群の症例の多くが中毒性表皮壊死有解症の進展型と見られますよと言っております。はい、ここ、記述逆ですね。皮膚粘膜癌症候群と中毒性表皮壊死有解症が逆であれば、これ正解となりますので、こちら、要は、中毒性表皮壊死有解症の方が重篤な状態になります。なので、やけどのような水泡がですね、全身に 10% 以上できるようなのであれば、中毒性表皮壊死有解症ね、10% 以下であればですね、皮膚粘膜癌症候群というような形で判断されます。はい、ということで、前のホワイトボードにもですね、ちょっと書かせていただきました。スティーブンス・ジョンソン症候群、SJS とも言いますし、皮膚粘膜癌症候群とも言っていきます。それから、ライエル症候群、TEN の10と言ったりもしますし、それから中毒性表皮壊死有解症とも言ったりしますので、この3つどういう状態なのかというところですね、しっかりと押さえていただき、そして、こちらのですね、このようにね、SDS から10にですね、要は重篤の場合は10の方に変わっていきますので、ここのところ間違えないようにしておきましょう。あとはですね、他にもいろいろありますね、特に4番のところもですね、よく引っ掛けてきたりしますので、今回ここは正解となりますので、注意しておきましょう。あとは人口100万人あたりに対して何人ぐらいなのかというところですね。SDS はだいたい6人ぐらいと押さえておいていただくといいと思います。それから10に関してはだいたい1人ぐらいと、人口100万人あたりに対してですね、だいたい1人ぐらいというような形でね、押さえておいていただくと、そのあたりのところもですね、もう一回テキストだったり問題、テキストだったりとか、あとは手引き、そういったところをですね、確認しておいていただきたいと思います。はい、では次に行きましょう。今度は問い73番です。消化器系に現れる医薬品の副作用に関する以下の記述の成分について正しい組み合わせはどれかということで、はい、答えは2番が正解となります。はい、こちら、まずは A、違いますね。消化性潰瘍は必ず自覚症状がありとなりますけど、ここが違います。必ずではありません。ない場合もありますので、A は誤りですね。そして B は正解。そして C です。小児や高齢者のほか、普段から便秘傾向のある人、ここで便秘もよく下痢傾向で引っ掛けてきたりもしますので、気をつけてくださいね。そして、イレウス様症状。腸閉塞用症状発症のリスクが低いとありますけど、高くなっちゃいますので、C は誤りです。そして D、消化性潰瘍は、胃や十二指腸の粘膜組織が、ね、障害されているが、そして、粘膜表面のみの欠損で、粘膜筋板までは損し、欠損していない状態であるとありますけど、はい、この消化性潰瘍ですね、まずは簡単に言うとですね、えぐられて、粘膜とかがえぐられてしまっている状態です。なので、ここ、粘膜表面もですね、傷つけられていきます。そしてそこから出血、伴ってくるんですけど、そして粘膜筋板というところなんですけど、ここはですね、粘膜、があって、その下の方にですね、今度は筋肉の層があります。
ね。なので、筋肉の層のところがやられてるかやられてないのかというところであれば、これは、筋肉の層までえぐられてしまう時もありますので、重症の場合はですね、筋肉の組織もやられて、そして最悪穴開いてしまいますので、段階によって、このね、消化性潰瘍、状態は違いますけど、どん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 進行して、奥まで進行していきますから、このようにね、筋肉の層のところまでやられてしまいますから、D は誤りとなります。ということで、問い73番は2番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い74番です。次の記述は医薬品の副作用として現れる間質性肺炎に関するものである正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。はい、まず A なんですけど、気管支または肺胞が細菌に感染して炎症を生じたものでありますよと言うんですけど、はい、この状態では通常の肺炎となっちゃいます。今回は間質性肺炎なので、間質のところに炎症症状が起きてしまっているのが間質性肺炎となりますので、A は誤りですね。はい、そして B です。息切れとか息苦しさなどの呼吸困難、それから空咳だったりとか、発熱などの症状が出てきます。そして自然に回復することはありますかないですかということで、今回ここではすることはないとありますけど、回復することもございますので、 B は誤り、そして C と D が正解なので、問い74は4番が正解となります。はい、では次、問い75番です。答えは1番が正解ですね。はい、以下の感覚系に関する、感覚系に現れる医薬品の副作用に関する記述について、カッコ何入れるべきのものはどれでしょうかということで、ここは目のことについてのお話ですね。眼球内の角膜と水晶体の間を満たしている眼房水というのがあります。はい、角膜と水晶体というのは透明な組織になりますので、ここ、毛細血管が通ることができません。なので、この角膜水晶体に栄養酸素がうまく運べなくなってしまいますので、その酸素栄養、そして、二酸化炭素老廃物を回収するためにですね、この眼房水というものがあります。で、その眼房水が排出されにくくなりますと、眼圧が上昇していき、そして、それが視覚障害などを生じてきます。特に眼圧がガンガン上昇してしまうことによって起きる病気のことを緑内障というふうに言ったりしますので、そんなようなところではここ、まずは押さえておいてください。そして緑内障がですね、特にここは、C のところに入りますので、ここのところ大丈夫だったでしょうか。はい、ということで問い75は1番が正解となります。では次、問い76番です。皮膚に現れる医薬品の副作用に関する、以下の記述の成分について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。A、B は正解ですね。C ですね。逆診は医薬品の使用後、1、2週間で起き、それ以上の長期使用後に現れることはないとありますけど、現れることありますので、そこが誤りです。ということで C、誤り。なので、問い76は4番が正解となりました。はい。では次、問い77番です。胆のうか、および肝臓に関する以下の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。はい、A は正解。そして B、小腸で吸収されたブドウ糖はね、ブドウ糖のことをグルコースとも言ったりしますが、血液によって肝臓に運ばれて、そしてグルコースとして、蓄えられますよ。はい、ブドウ糖のことをグルコースと言ってますので、またね、ブドウ糖さんの要はグルコースからグルコースになりますよ。違いますね。これグルコースではなくグリコーゲンというものになりますね。いいかな、グルコース、グルコースというものなんですけど、こちら、ブドウ糖です。ブドウ糖ですね。ブドウ糖から肝臓に運ばれますとグリコーゲンというものに変わってきます。はい、グリコーゲンに関しては、こちら、グルコースが単糖類と呼ばれるもので、糖の、まあ、小さなものですね、と思ってください。そして、グリコーゲンは多糖類というものになりますので、その、小さな糖がたくさん集まった、塊なんだなと、押さえておいていただくといいかなと思います。はい、ということで、このあたり、第2章のですね、肝臓のところにですね、このグリコーゲンのお話出てきておりますので、ぜひぜひもう一度確認しておきましょう。はい、なので、こちら、B はですね、グルコースではなく、グリコーゲンというものになりますので、気をつけてください。
けておいてください。はい。で、C は正解。そして D は、肝臓では必須アミノ酸以外のアミノ酸を整合成することができないよと言っております。はい。必須アミノ酸以外のアミノ酸を整合成しておりますので、D は誤りとなります。ということで、問い77は5番が正解でした。はい。では次、問い78番です。以下の偽アルドステロン症に関する記述について、括弧内に入るべき軸の正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解です。はい、偽アルドステロン症というところでは、ここね、しっかりと押さえておいていただきたいと思います。特にキーワードとなるところがですね、やはりここ、穴埋めで聞かれてきておりますね。副腎皮質なのか、髄質なのか、血圧が上昇なのか、低下なのか、そして、ナトリウム、カリウム、水がどのような動きをしていくのかというところをしっかりと押さえておきましょう。ちなみに、生薬成分、生薬の中に、この偽アルドステロン症を起こしやすいものがありましたよね。大丈夫でしょうか。ね、肝臓でしたよね。そうですよね。グリチルリチン酸が多く含まれているのでということで、グリチルリチン酸だったりとか肝臓とかね、そういったところをね、もう一度復習しておいてください。はい、では次行きましょう。問い79番です。はい。医薬品の副作用として、肝機能障害に関する以下の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、答えは2番が正解となります。はい、こちら A なんですけど、医薬品の有効成分またはその代謝の直接的肝毒性による中毒性のものであり、アレルギー性のものはないとありますけど、中毒性のものとアレルギー性のものありますので、A は誤り、そして B、C、D は正解なので、2番が正解となりました。はい。では、最後、問い80番です。次の記述は、脾臓及びリンパ系に関するものである、正しいものの組み合わせはどれかというところで、はい。答えは3番が正解となります。はい、A、脾臓の主な働きは、脾臓内を流れる血液から古くなった白血球をこし取ってではなく、赤血球ですね。赤血球をこし取って、処理することに、ことであるというところを直しておいてください。なので A は誤りですね。はい、そして B と C は正解、そして D はリンパ管には逆流防止のための弁がないよとありますけど、弁ありますので、ここのところですね、D は誤り。ということで、問い80は3番の B と C が正解となりました。はい、ということでここまで皆さん大丈夫だったでしょうか。しっかりとですね、ここ、大事なところ、特に医薬品を使ったことによる主な副作用、大事なところたくさんございますので、しっかりと復習しておきましょう。はい、ここまでいいなと思っていただいた方はですね、YouTube チャンネルの、チャンネル登録しておいていただくことも、こう順番にいろいろ出てきますので、すごく使いやすくなってるかなと思いますし、あとは、LINE アットなどにもですね、下の概要欄に、LINE アットの登録の仕方ちょっと入れておきますので、ぜひぜひですね、登録していただきますと、試験情報の配信にさせていただきます。あとは、石川と、こうなんかわかんないことあればですね、質問していただくこともできますので、ぜひぜひご利用いただければと思います。はい、ということで本日もですね、動画をご覧いただきまして、誠にありがとうございました。